はい、こんにちは。こんにちは。サマコーツのまーちゃんです。りーちゃんです。こーちゃんです。よろしくお願いします。今日はまーちゃんプレゼンツ。今日はですね、初ですね、今回、はい、今時の JK が使う言葉、若者言葉シリーズです。いや、わかんないね、これ若者言葉ね。普通に一発でネットで調べると出てくるクイズを参考させていただいて、一応10問あるんですよ、はい、本当に多分リアル JK が使ってる。だってさ、JK って17歳でしょ、うん、10歳差だよ。そうだよ。私の妹がまだ女子高生なんですよ。で、最近ね、通じないの話がこっちからこっちに行けるけど、あっちからこっちが伝わんないの。略語が多いとか、まず分かんないねっていうか。いや、恐ろしい恐ろしいっていうのがあるから、うん、ちょっと今回やってみようかなっていう、ちょっとさ、まだまだね、それ言っても20代そう前半って私は思ってるから、うん、後半じゃないって思ってるから、25でも前半の枠に入るって思ってるから。思ってるから、25は目標3。私は半分以上は答えたい。一応選択、全部選択制です。おお、いいね。選択はいい。一個ね、注意点、まあ、本当に申し訳ないんですけど、あの答えがね、いまいち分かんない。待って作ってる人が分かってない。あの、なんか知んないけど、答えを自分で探す方式なの。もう知ってるよねっていう。あ、じゃあ逆にまーちゃんもあれなんだ、答えるんだ。一応調べたんだけど、どうしても分かんない問題いくつかあるから、それはちょっとご了承願いたい。分かった。じゃあ一発目、1問目、うん、JK で使われる生類○○○みの例、○○○に当てはまる言葉は、悲しみ、分かりみ、あざとみ、悟りみ。え、なにこれ、生類○○みの例。え、なんかさ、全部にさ、悲しみとか言って聞こえてた。あ、そう、その感じでなんとかの例って言うんだって。何、なんとか。え、だから生類憐れみの例のことを言ってるのね、これね。違う、JK で、創作の言葉があるんだ。おじさんね、おじさん知ったかいよ。ごめん。意味はさっきこうちゃんが言ったやつから来てるってことじゃない。そういうことだよね、だから生類憐れみの例の、ああ、そういうこと。意味を、それをちょっと変えてる。変えてるってことでしょ。うん。ああ、ビビっちゃう。で、実際に使われてる言葉は、悲しみ、分かりみ、あざとみ、悟りみのどれでしょう。え、生類だって、まず、憐れみの例で考えればいいんだよね、これ、多分ね。だから、まあ、もじってるってことだよね。ここから分かんないでしょ。いや、意味分かんないもん。意味が分かんない。こういう問題がいっぱいあります、本日。じゃあ、悲しみ。でも、憐れみだもんね。悟り身にする。悟り身にする。あ、深く考えない方がいいんだ、これ。悟り身にします。 JK の気持ちなんで。あざとみ意味はないの。あざとみ意味はないです。意味はないの。なんかから例って言った激おこみたいな感じ。意味はないの。それを考えちゃうのがもうなんかおじさんなの。うん、じゃあ悲しみ悲しみ。悟り身、悟り身。え、これ答えはさ、あれだよね、納得ってできるのかな。いいですか、答え。はい、わかり身。いやー、わかんねえな。どういうこと。これは申し訳ないけど、意味は特にないって書いてあった。だからもうあれよ、ボロだよ、ボロ。まかりみのれそういうことでしょ。ああ、どうやった。なんで。大丈夫、こういう問題しかないから、よろしくね、よろしくね。次いいですか、はい、TikTok で流行した、いい丸々乗ってる。これはわかる。それ、油、板、波、チャリ、どれでしょう。これは分かると思う。これは俺も分かる。そうだね。誰も分かったよ。俺は分かった。私、これだけ分かった。え、チャリ乗ってきたとは関係ない。そっちが、いや、波。波。お、正解。おー、これ何なの。え、知らない。いや、いい波乗ってんねえな。そうそう、なんてか、いい波乗ってんねえ。そう分かんない、俺分かんないよ。なんかニュースやってたんだもん。そう好調だねって意味なんだ。そういうことじゃない。いい波乗ってんねーってことか。あとリズムでやってる。そういうことなんだ。やだやだ、もう深く考えない。深く考えない。深夜の急な誘いにもかかわらず飲み会に来てくれる友達は〇〇だよね。これも分かると思う。あ、でもわざと死にがるじゃねみたいな感じで言うのかな。
尻軽だよね。本当マジ尻軽みたいな。あ、尻軽かな。ふっかるにする。ふっかるか。こうちゃんは？ノリカル。ノリカル。正解はふっかるです。おお。フットワーク軽いの略ね。そう。わかるよね。なんか使う時あるよね。ないです。そういうことね。あ、フットワーク軽いのか。ふっかるじゃないみたいな話。フットワーク軽いよね。略してねえじゃねえか。略してねえじゃねえか。これもちゃんと意味がある。うん、ふっかるね。ふっかるです。はい、続いて、題してるの、ルイギコア。そんなね、あの4つが分かんない。え、スコア分かる。スコって何？好きでしょ。え、違う、あって好き。それスコだわ。あ、そうそう、スコって。よくスコって。スコじゃない？もう俺もスコだと思う、そしたら。愛してるの、そう、好き。上が大好きしてるみたいな。ファイナルアンサーでいいですか？ファイナルアンサーで。多分、スコ。おぉ。出たよ。多分ね。申し訳ないんだけど、本当にディープロー探しても出てこないよ。当たり前すぎて答えが出てこない。多分、愛してるは、その愛してるの、うん、なんか合体版っていう意味で。まあ、大好きと愛してるってことか。そうそうそう。なのかな。なんで、まあ、好きっていう意味のスコ。この、ショーしてるを引っ掛けってことなんね。そう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 。5問目。はい、可能性があるという意味のワンちゃんですが、うん、ここから派生した可能性がない場合に使う言葉は、1、なっちゃん、2、むりちゃん、3、りょうちゃん、4、のーちゃん。あ、むりちゃんね。むりちゃん、のーちゃん。はい。はい、のーちゃん。おぉ、で、出たな。はい、続いて。まじまんじの意味として当てはまらないものは、意味わかんない。いや、ごめんなさい。まんじがようがない。まんじがさ、そもそも意味がないものって思ってんだけど。そう、俺も思ってる。あいつまじまんじじゃねって言った言葉に対して、この4つに当てはまるかどうかってことじゃん。そうそう、まじまんじの意味。意味合いとして当てはまらないもの。じゃあ、今にも死にそう。意味として当てはまらないもの、うん、やばい。3。はい。はい、答えはですね、全て当てはまりません。でこの4番のこと、正解は。もう全部当てはまるし、当てはまらないらしい。どういうことなの？もうなんか分かんないどういうこと？意味ない。ノリなんじゃない？分かんない。今日マジマンジーとか言うの？どういう意味で言ってるの？言わんだよ。それどういう意味？いないね、マジだよねってみんな合わせてる。そうそう、そういうことなんだと思う。友達とチルになる、どういう意味？なんかこれさ、聞いたことあるんだけど。でもこれさ、英語のチルって略してるんじゃない？思った。チルドってチルドチルドレはないの？チルドレはないの？考えちゃダメだ。じゃあ3。何しようか悩んでみてください。どこ迷って、どこ行くか迷うわ。答え、1番のまったり過ごしているでした。意味はどこから？このチル、英語のチルがゆったりとかまったりとかって意味なんだって。そうなんだ。そういうこと。じゃあね、なんかね、チルドレン、そう、チルドレン、ミスチルのチルナムもあるらしい、うん、そのミスチルのファンの方のとか。あ、ミスチル聞いてるな。あ、そう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 、あるらしいんだけど、うん、一応 JK、 一般的な JK のチルナンはまったり過ごしています。あ、ね、はい、8問目。若者言葉に当てはまらないものは。ビグル消えたことね。あのポケモンかなみたいな。俺もビグルだけど、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 マジで、これはマジで90年代のビグルだけど。ビグルで、ビグル、多分ビグルで。しょうがない、出てこない。ビグルの意味は、うん、一応出てこなかった。ビグルがタピルとティクルとジュワルは出てくるんだけど、意味として、うん、ビグルだけどんなにヒットしやってもヒットしなかったから、でもないんじゃない。あ、だからないんじゃない、うん、はい、9問目。 YouTuber がきっかけで流行した言葉は。あ、じゃあ1。2、ガンダ。うん、はい、答えは4番の寒風屋です。東海オンエアさんが使ったんだって。寒風屋の意味は知らない。知らん。これも知らない。だから本当に本当に申し訳ないんだけど、意味ないんだって。本当に寒風屋みたいな。寒風屋みたいな。
今の言い方面白くない。しまはい、テンションが上がった時に使う若者言葉、流行ったのが古い順に並べ替えてください。3が一番古いってこと？違う。はいはい、もうこの順番、この中で古い順に並び替えてどれでしょう、うん、私3、2、1、4だと思う。3、2、1、これね。うん、え、俺普通に4、1、4、0って一番下かと思ってたんだよね、実は。どこ？新しい、うん、新しくないってこと？聞いたことで4、1、0。え、揚げぽよしかねえんだよな。え、嘘でしょ。揚げぽよ以外聞いたことない。うん、揚げみざわって何？テンションが上がった時に私揚げみざわって言うの。マジ揚げみざわだわ。え、でもなんか揚げみざわは言わないけど、なんかなんとかざわは言わない。例えば、え、なんか思い出せないけど、つらみざわ。つらみざわ言ってるわ。最近って若者のこれ、若者が使ってないかもしれない。なんか仕事中とかにすっげーちっちゃい声でまーちゃんにマジつらみざわとか言ってるつらみざわはないのかな。バゲみざわしかないの。1、3、2、4。はい、正解は3、2、1、4です。ほらー、来ちゃったね。なんで揚げぽよ、天揚げ、揚げみざわ、よいちょまい。だって揚げぽよが一番古いじゃん、どう考えてみても、うん、いや、私何問正解できたんだろう。だからあれだろうね、多分3問ぐらいしか正解できてないけど、ネットも追いつけないんじゃないの。え、逆に何が流行ったの、女子高生の時。いや、だからそれこそ揚げぽよだと思う。揚げ、うん、揚げ揚げ揚げ使ってない。そうなんだ。俺は使ってなかった。うちらが小学校ぐらいの時、あのこういう絵文字めっちゃ流行った。テンション上げ上げのこの、あーこれ。これでも漫字も使ってたよ。全曲プルミューとか。うちらの漫字はマジの漫字や。本当にうちらの漫字は今の子たちはなんかちょっとおちょくってるじゃん。あ、そうあの漫字をおちょくってるけど、うちらの世代はあれもガチで使ってたじゃん。I love you 全然感じだよね。バカにされてて、ね、それをバカにされてるんだよ今は。こうじゃないだろ、マンジ使ってなかった。使ってないこうマンジみたいな使ってない。どこどこの男マンジみたいな全力とかやってない。よろしくとかでしょ、マンジよろしくマンジ。大丈夫、もうその全力が今どうなってるのかも分かんない。それもうないわ、全力全力はない。でも聞いてたんだ、あれの歴史は。言わないけど、みんなさ、なんかリアルみたいな、うん、一言で言うんだよ、うん、それは残ってんの？残ってた。マジで？恐怖でしかないんだけど、リアルとか。だってミクシーは。ミクシーはちょっとやってた。あれ、ミクシーだよ。やってた。モバゲーは？あ、モバゲーやっ。だいたいモバゲーかミクシーだよね。そうだね。高1で、全略がもう終わって、高2ぐらいから、みんなミクシー一本みたいな。そう、私はリアルみたいなやつ。あ、そう、なんかリアル、なんか思い出してる。リアル、リアル、そう。リアルは中学だけだった。で、なんか鍵かけられるんだよね、確かに。そう。しかもなんかマジでさ、病んでる時さ、なんかピーみたいなやつでさ、記号のなんか線みたいなやつをクリックすると鍵がかかっててさ、なんか自分のなんか一人が書いてるみたいな。あった。マックシーこれ伝わったかな、見てる人。いや、どうだろう。思ってないのにさ、伝わると思う。はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、逆にね、なんかやってほしい問題とかね、うん、診断とかあればコメントで教えてください思います。サロン交通は一緒に働いてくれる乗務員さんを募集してます。ちょっとでも気になる方、興味がある方は概要欄のホームページからお問い合わせいただければと思います。はい、はい、まーちゃんが考えたテキストが面白かったと思う方、若者言葉が好きだという方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。